ドン、ソタングです。はい、私20歳を超えましてですね、いろいろ解禁されるわけなんですけども、その一つにですね、ギャンブル、ギャンブル賭け事です。そこにね、あるじゃないですか。あれはでも20歳なのじゃないのか、18歳もいけるのか。ドンドンドン、トリッピー777、この数字はあっつあっつあっつ。今回の企画は、道端に教える領収書で777円の領収書を見つけるまで、ということで、この夜の街繰り出していきたいと思います。俺は絶対に見つけるぜ。あっとユニカーン。スーパーとかコンビニの前はね、多分領収書がいっぱい落ちてると思うので、そこをね、狙いついていきたいと思います。レッツゴー。おい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 、どんだけ急いで食ってんねん。バリ乗り残っとけん。おいおいおい、レシートあったぞ。これさ、ゴミまで拾った方がええんとちゃうん。くい、いや、これ買いすぎてるな。どうですか。はい、2300円。ここに切れますか。このワンちゃん一体どういうことじゃない。なんで道端にスイカ落ちてんねん。やばすぎや。このスイカ食えるんちゃう。あ、まだ新しい。まあ、全然新しい。いける。さあ、領収書を見つけました。頼むぜこいつ、俺の圧を見させてくれ。1135円、クロース。はい、ゴミ回収していきます。ったく、ゴミ箱が目の前にあるのにゴミ入れんのか。グミンドーメン。いやー、ちょっとこの辺落ちてないっすね。だからちょっと南の方に向かって、治安悪めの場所でレシート落としてるやつらのとこへ向かいたいと思います。よい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 よ。サテライト大阪。いやー、本物のやつ。はい、ゴミとして捨てておきます。はい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 、これレシート、ティッシュ。おい、サテライト大阪やんけ。200円。いやーなー、この辺は金額単位やからな。おい、なんやねん、サテライト大阪好きすぎやろ。いや、ねえな、レシート。やっぱクソちゃん俺。あの名店に行くしかねえか。向かうぜ。駐車場にこんなんやめとけよ。こういうの袋の中にレシートってあんねんな。なさげんねえ、ゴミの塊と思って。いやー、ワンチャンと思った。これな、駐車料金やん。チョーコタクシーか。790円。くっそ、意味わからんのか。って殺しなってきた。おっ、941900円。いや、これクソ長。これそうでもなかったわ。あー、マジうんこやろ。全然見つかないやんけ。これとかええんちゃう。やっぱついちゃう。全然ないやん。殺しちゃろうか。うどん、こんにちは。ついに見つけてやった、幻の37。じゃあね、俺ね、もうやらせて終わらせようと思って、スーパーとかで買い物して770円鳴らしたろうと思ってやったら、そこのスーパーね、めちゃくちゃお得で、税込みって書いてるのに税抜きで、ん？税抜きで売ってるやつもいれば、税込みでちょっと値段変わるとかね、いろいろありすぎてごっちゃになってね。俺ね、スーパーの中で一人でね、こうスーパーの人にこう電卓貸してもらって、一人であーちゃーとかって会計合計5回ぐらいしますから。あー、やっぱそれちょっと質抜いてくださいとか言ってね、やってそれ手に入れましてくっす。やらせするつもりだったね。今何時？2時13分。
ですね、私スーパーにですね1時間半いましたやばすぎ、1時間半も電卓を持ってうろちょろしてるんですよ。しかもその店員さんがクソ優しくて、あとね198円、2つ買って198円のものだから買ってきたい、その店員さんもクソ優しい、なんかもうそんなしてくれると思いながら、いや俺はその答えに乗るしかないと思って、と思ってめちゃくちゃ探して、やっと揃いましたよ、この伝説のレシート。お守りにしよっかな、長くなるじゃない、1時間半スーパーマーケットでこもった甲斐がありました。あれ当初の予定とは全く違うね、やらせで、すいません、やっぱり見つかりませんでしたって落ちちゃったんだけど、感動だね、あの時のスーパーマーケットの人、まあ、見てないと思いますが、ありがとうございました、とってもありがとうございました。この5本は一生忘れません。おーらせぇ、これまで一生クソ世話になりました、この5本は一生忘れません、感謝してません、クソマリモン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 、いや、よかった、ありがとう、778円、あれ、あ、ちょ、778円、いただきます、シェー、料理でもすっごー、ペッペッペッペレー。